ちは、無重力のまさとです。本日は、トレーニングスタジオを作っていきたいと思います。はい、こちらにある部屋、この部屋をね、今からトレーニング専用のね、撮影部屋にしようということで、まあ今は何もない部屋なんですけど、これからここでね、撮影するためのスタジオを作っていこうと思うんで、それをね、動画にしていきたいと思います。そして今回、このステディさんより防音のね、トレーニング用のマットをいただいたんで、今から下にね、敷いていこうと思います。このマットというのはね、ジョイントマットになっていて、自分の好きな大きさにカットできるんで、この自分のね、フロアに合わせて、設置することができますということなんで、まずね、この、ジョイントマットを敷いていって、足りない部分はカッターでカットして、そこをね、埋めていくという感じで、ということでね、まあ、とりあえず設置してみたいと思います、はい、設置してみてね、またどんな感じか感想をね、お話したいと思います。まだ僕もね、この届いてね、箱から開けてないんで、どんなものかっていうのはまだわからないんで、まあ、皆さんと同じようにね、もう初見の感想で素直に思ったまことをね、お話しさせてもらおうと思うので、はい、今からこの、下に敷くトレーニング用のジョイントマットを開封して設置していきたいと思います。はい、まあ、ということで、まあ、同居人も今いるんでね一人でやるのちょっと大変なんで手伝ってもらおうと思います。はい、お願いします。ひょっこりはん、ひょっこりはん、はい、はい、ということで、はい、森田と一緒にね、今からこのマットをここに敷いていきます。いきますか。はい、 OK、 いきますよ。はい、オープン。結構大きいですね。1枚がこんな感じですね。こういう板が、これ6枚入ってますね。はい、まあ、これが1セットみたいな感じですかね。とりあえず、8畳分ぐらい送っていただいたんで、まあ足りるとは思うんですけどね。はい、これがね、いくつか入っております。ということで、これをね、今から敷き詰めていきます。そして足りない部分はこの、マットをね、カットして穴埋めするという感じなんで、作業をやっていきます。なんかこれね、この角にはね、しっかりこういう縁がついてますね。こういう感じの縁がついてるんで、かなり使いやすそうですね。収まりも綺麗ですね。幅もね、結構分厚いんで、耐震性も、ね、結構ありそうで、この家ね、下に結構響くんで、まあ、来れないと多分とんでもないことになると思うんでね。とりあえず敷いていきます。はい、やっていきましょう。ちょっとね、幅が合わないところはゴムのこのマットをカットしてうまくね、はめます。完成いたしました。はい、うまくはまってくれました。うん、まあ、自分たちだけで簡単でしたね。ということで、完成いたしました。どうでしょう、まあ、自分たちのね、手でやったにしてはかなり綺麗になったと思います。実はね、端っこの方とか結構、自分たちでカットしたんでね、隙間とかあったりするんですけど、こうやってね、映像で映してしまえば全然目立たないと思うんで、まあ、そこはまあ問題ないかなということで、もう大満足ですよ。これね、設置してみた感想なんですけど、めちゃくちゃ、なんていうんですかね、そのグリップっていうんですかね、その手と馴染みますね。その結構ブツブツがついていて、そのフローリングとかやとツルツルしてると思うんですけど、このゴムでこうブツブツした材質なんで、かなりなんかこう滑り止め効果があって、トレーニングするにはね、めちゃめちゃ向いてると思います。はい、そしてトレーニング器具奥にもめちゃめちゃ向いてると思います。この上にトレーニング器具を置いてもらったら、まあ滑ることはないですし、
防音性もありますしね、かなり安定すると思います。ということでめちゃくちゃ満足してます。ということで、まあ、これからこの部屋で撮影していくことになると思います。はい、まあ、ここをね、まあ、これからトレーニングスタジオとして、撮影部屋としてやっていこうと思うんで、まあ、その記念すべき第一発目としてプランシーお見せしておこうと思います。はい、さあこれからねここでのトレーニングいっぱい見せることになると思うんですけど、一発目ですよ。はい、プランシェ、いやちょっとね気合い入れて服脱ぎます。はあ、はい、いきまーす。プランシェ、はい、こんな感じでこれからねここでトレーニングやっていこうと思います。まあ今はね何も器具なしでやってるんですけど、まあ、おそらくここに、器具をね持ち込むことっていうのはね倒立バーかディップスバーか、まあ、それぐらいだと思います。というのもですね、まあ、あちらの方にもね実は部屋があって、そちらの方にちょっと懸垂バーとか置こうかなと思ってるんで、まあ、ここでは基本的に、まあ、腕立て伏せとかね基礎トレ系をやったりプランシェをやったりね、まあ、ディップスバーを持ってきて、フロントレバーをやったり倒立バーでトレーニングしたりと、そういう風なトレーニングをねここでアップしていこうと思います。はい、まあ、これからねいろいろ、動画の方を考えているんで、まあ、皆さんのためになるような動画どんどん出していこうと思います。はい、ディップスバーを置くとこんな感じになります。はい、ね、どうでしょうかね。バーを置いたらこんな感じの景色になります。はい、まあ、これからね皆さんよく見る光景になると思うんで、まあとりあえず大満足ですよ。まあ、ここから、またトレーニング動画ねどんどん上げていきます。はい、ということでね、まあ、本日はこの、ジョイントマット、ステディさんのジョイントマットを、使用させてもらったんですけど、もう大満足です。本当にねいいものだなと思いました。はい、前回のね、ディップススタンドに引き続きセディさんの商品ねご紹介させてもらったんですけど、まだ商品あるんでね、まだご紹介したい商品あるんで、次も楽しみにしていてください。はい、そして次も本音でレビューさせてもらうんで、はい、まあ、今回もまあ本当にいいものでした。はい、ということでこれからここでトレーニングやっていきます。はい、ご視聴ありがとうございました。